皆様ごきげんよう。ごきげんよう。今回はクイックステップのオープンナチュラルターンランニングフィニッシュのご紹介です。まず踊ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、スロー、クイックイ、スロー、クイックイ。逆側からやってみたい。ワン、ツー、スリー、フォー、スロー、クイックイ、スロー、クイックイック。まずはじめにこのステップを踊る際に僕らが気をつけていることは、右回りをするときにまず右回転をしすぎないことを意識しています。どういうことかというと、お互い最初プロムナードポジションから始まる際にお互いの中心はここですね。ここにあって PP を作っています。でまず1歩目が3、4ときて、ここからスローで、相手が女性をまず越していきます。でこの際に、男性は右サイドですね、こう右サイドをできるだけ引かないで、こう左でしっかり、進行方向斜め後ろの方に向かって、頭と一緒にこのまま体をバックに後退させながらステップしていく。でこの時も頭の位置は結構後ろの方に引いていくようなイメージですね。男性が女性のヘッドのバランスを感じて、こう真ん中にこう入っていったりとかしないように、後ろの方にかなり後ろの方にステップしながらヘッドもバランスを取ってあげます。で女性の方はこの中心線ですね、中心線に対してヘッドは斜め後ろの方でも体は前進していく、右サイドの方が相手に対して中に入ってくれるんですね。で一番まあ、このステップをここでまずオープンナチュラルを、行う際にちょっとありがちな感じの動きっていうのは、お互いの右サイドを回転しすぎちゃう、ここまで来て次右回転をぐーっとこうしすぎちゃう、で相手が前に入ってしまってランニングフィニッシュもこうどんどん回転して回っていくような形で動いていくことをしている人をよく見かけます。こうすると、スイングダンスのスイングの部分が少し短く見えて、回転の部分が多く見えてしまいます。そうすると移動している距離感が、小さくくるくる回っているように見えちゃいます。なのでここではあまり右回転をせず、右のボディがずっとお互いがまっすぐ進める進行方向に対してこうストレートにぐーっと進んでいくように意識します。で右サイドはだから男性はあまりこう引かずにぐーっとそのまま女子に与え続けたまま、頭のヘッドのポジションと足でしっかりこうバックしていく、こういう感じで、女性の方は今男性がこうバックしているものに対してこの右サイドですね、右サイドがこちら側にグッとこう引けないように回転をローテーションをしてしまうと、体がお互いこういうふうに回ってしまうと、こっちのサイドのスペースはもう前に入ってしまって、あまり空間が広くは見えなくなっちゃうんです。できるだけ右サイドが男性の右ボディをそのまますり抜けていくようなイメージで、スルーするっていう僕らはよく使うんですけど、右ボディをこの壁を通り抜けていくようなイメージで、このまま女性が右ボディをスルーして、そのまま次もスルーして、最後ここで足の向きとヘッドのポジションとバランスが変わっていって、そこからまた男性が今度右ボディをスルーというふうな感じで、通り抜けていくっていうイメージで踊ってます。で、まあ、ランニングフィニッシュをする際は、女性のヘッドのポジションが変わるんですけど、この時は女性は、自分の肘の方向に対して男性が
ヘッドポジションを変えていきます。まずプロムナードのポジションで、最初は男性がヘッドが右に変わっていきますね。でここで女性が右足スルーしていって、左の足が上がっていく際にヒップの左側がスイングして、その際に自分のアームも上がっていきます。で足の向きがだんだん変わっていきます。この時にしっかりヘッドを変えてあげる、もしくはヘッドがそのまま上がっていくサイドを保っていって、ヘッドが左のままを意識してみてください。そうすると綺麗にスイングがこう上がっていく過程が多分表現できるんじゃないかなと思います。最後に踊ってみたいと思います。1、2、3、4、スロー、クイック、スロー、クイック、スロー、ぜひ皆さんもこれを参考に練習してみてください。バイバイ。